ンジが次期なんだこれ、マジだよ。これちっちゃいな。こんばんは。こんばんは。というわけで一泊二日銀装超高。はい。夜の部です。夜の部でございます。はい、狙うははい。クエです。はい、クエでございます。はい、で餌ははいイカちゃん。はい、イカちゃんとこれはね一応マージなんですけど、うん、まあ、これはマキエでもいいかなっていう感じですね。はははなるほど。本命やっぱこのサバ。はい、サバ。サバとイカ。ここら辺がやっぱいいんじゃないですか、うん、そうですね、クエだけじゃなくていろんなまた魚種もいるんで、まあそうね、何がいるのかっていうのもちょっと気になるしね、そうですね、うん、楽しく譲りやっていきましょう、はいよ、よろしくお願いします、じゃあよろしくお願いします、こういう感じで、ほうほう、まあ、天秤に天秤に重りつけて、あとここに針、はいはい、くるくるくるっとつけて投げ込むだけですね、なるほど、塩サバ好きかな、人は好きだもんね、みんな、うん、でこのこのイカいいね、小イカちゃん、小イカちゃんです、うん、これはなんか食ってきそうなイメージあるわ、確かに、なるほど、はいよ、うえー楽しみだね、これかかったら面白いっすよね、あ、海に、ほら、イカ、うん、なんか白い影あるよ、それ、何それ、それいろいろある、うわめっちゃいるこれ、何あれ、当たってるね、これ海蛇とか来たら超怖いね、超怖いですね、暑い、上に暑いな、おいしいちょう、お乗ってる、乗ってる、乗ってますよ、大きさですか、いや、大きさ的には全そうでもないかな、でもちょっと重い、こんな感じ、ああ、わあ、鬼だ、鬼っぽいっすね、鬼カサゴだ、はい、鬼カサゴ、鬼カサゴちゃんでした、とりあえず、夜釣り第1フィッシュ、どうぞ、はい、来た、お、鬼アラカブ、アラカブ、アラカブちゃんや、アラカブちゃんだ、あ、両系両系、はい、さん、はい、アラカブっす、はい、アラカブアレス、はい、キャノン、はい、8点5ピーチョーだ、心霊度緊張で、ああ、なるほど、あの、僕がいないところでカッちゃんに後ろの崖の上から白いワンピースの10代ぐらいの女の子がニコニコして手を振ってたように見えたわって言って、そんな話と僕が同じ話で、僕がいないところ、はい、うん、でもほら、やっぱイクメンではありたいよね、うん、我ら我は男子男子レボリューションよ、あ、男子男子レボリューション、ハリピア、何の話してる、ハリピアじゃないですか、ハリピアった、穏やかですね、穏やかやね、俺充電入れ替えてくる、うん、早いね、あ、ごめん、白いワンピースでした、何それ何それ、ほら、何こいつ、怖いよ、帰りいただけ、だってここ心霊スポットかもしれん、なんでですか、いや、あのね、あんま見たらいかんけど、
上の方、崖の上の方だぞ。女の子が手振りを。マジで。うん、なんか白い服の女の子が。うん。え？え？え？何？キャノンも言ってたの？え、キャノンさっきさ、白いワンピースの女の子がさ、手振ってるって言ってたよね。はい。え、キャノンそれなんか 10歳ぐらいの子？はい。若い人の子。すごいね。は？キャノン、はい、こあっちの方やろ？そうです。ねえ、あんま見たらいかんけど。キャノンさん、笑ってるから別に悪い人じゃないやろ。なんで見えるんですか？ちょっと気をつけようかね。ちょっと引っ張られるかもしれん。二人見ることありますか？あ、いや、まあ、あるある。え、ヤマンバじゃないんですか？ヤマンバではない。あった。二人で組んでたな、これ。このビブラスタル絶対そうだ。いや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 。え、キャノン見るの？そうやって。え、僕見たことないっす。あ。なんかそんな気がした。ああ、なるほど。いや、でもそんなもんよ。なんかもうちょっと分かってきたら、その人がなんでそういう風になったかとか見えてくるさ。うん。おい！危ないぞ、ここは。帰んな。本当にダメよ。本当帰んなさい。行か。キャノン、あのね、ゴープロの電池あと6個しかないさ。だから、うん、あのもうかっちゃんのドッキリ終わったからもうゴープロ1個に減らすよ。怖いよ。悪いな。めちゃくちゃ崖に立てるじゃないですか。目だけど3回確認しますよ。でもなんかあんまり続けたらかわいそうかなと思って。僕も途中でもう言い出しちゃいそうです。そうやろ。俺ももうダメだと思って言っちゃった。あまりにもピュアな。そう。さあ、おでかいぞ。でかい。さあ、132、今日、なんだ ?132、タモでタモ。タモ、タモ、買ってタモお願いします。ちょっと待ってね。え、でかいぞ、でかいぞ。何それ、何それ。抜けますね。抜けるね。行くよ。はい。よいしょ。はい、網に入れたい。石積み。ババタで、でかいな。まさかの浮かせ対象じゃないですか。本当だね。兄ちゃん何投げてたんですか？サバっすか？サバ。石積みでございました。どんぐらいですか？え、どんぐらい？40ぐらい。40、うわ、40ちょいぐらい。言葉されるもう返すよ。はい、じゃあね。はい、ありがとうございました。最後サバ1匹丸ごと最後いきます。入ってこい。なんかいるアジじゃね？どうした？いや、海蛇です。キャノンのアジに海蛇がずっと食いついてたんですよ。ああ。で、今もずっと食いついてます。何これ？でしょ？海蛇？え、これ何これ？何これ？ゴンズイみたいな顔してる。何これ、怖っ。もうネバネバしてる。え、口がなんかもうなんかワラスボみたい。口がすごい。色違い。口がすごい。え、何、どれが口、それ口がほらもうめっちゃ食ってるんですよ、味を。ほら、カナさん気をつけて。怖すぎん？これ怖いね。あ、自分で絡まって。うわぁ、ネバネバしてる。ああ、うん、何これ。あ、カッチャ危ないかも。何これ。カッチャ怖いかも。怖い。何こいつ。これも放置しようか。ゆっくり戻ってもらう。帰ってもらおう。何こいつ、マジ。何これ。何、顔ゴンズイみたいな。確かにね、ゴンズイですよね。映画に出てきそうな。もう投げますよ。うん、いってそこまで。いきます。うわぁ、うわ、すげえ。あいつ何なんだろう。あれめっちゃ食ってたよね。味に吸い付いてましたよ。こいつとあと1匹ぐらい食ってたんですよ。はあ。こいつだけが離さんかったから。すごいな。はい、ということで、はい、1日目が終了しました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう餌なくなってギリギリまで頑張ったけど、クエは釣れずと、はい、またリベンジしなきゃいけないね。そうですね、うん、ということで、おやすみなさい。おやすみなさい。ほら、もう快適よ。こうだもん。えい。はい、かっちゃんは？かっちゃんは？
いやー、痛いよー。快適。人の上が一番ええやろな。おはようございます。すごいですよ、皆さん。ほら、テントがぶち壊れました。いっじさん、いっじさん、おはようございます。死ぬかと思った。極寒でしたか。極寒だった。冷えたね。いや、風が出てきてちょっと、なかなか冷えましたね。やばかった。じゃあキャノンは外にいるし。キャノン外いた。キャノンなぜかタックルボックスの隣で寝てる。大好き。キャノン起きた。ここがね、フラットだったの。あ、フラットだったの、うん、痛くてさ、腰痛くて、ブルーシートが出てきたの。見つけたの、ここ。そうだ。さあ、もうそろそろね、日が明けるんで準備しようかね。おはようございます。おはようございます。ということで、2日目の朝でございます。です。もう極寒です。寒かったっすね。昨日とは違うね、やっぱね。なんだこれは。風も相当強い。昨日の夜ね、なかなか渋い感じで終わってるんで、はい、今日はちょっと朝盛り上げて、そうですね、頑張って釣って帰りましょう。はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よっしゃ、行くぜ。一緒で釣りましょう。よっしゃ、一緒で頑張ろう。ああ、そっか、GoPro つけるんだった。やろうぜ、ユンギンさん。さあ、食ってこい、食ってこい。おれい、この場に美味しそうな授業やるぜ。おれい、食ってこい。おれい、おい、急いどれい、食ってこい。おれい、今チャンスどれい、おい、食ってこい、食ってこい。おい、来ないのかい、来ないのかい、食ってこい、来ない、おい。こんな、あの鍋温めよっか。お腹すいたっしょ、ぶっちゃけ、キャノンちゃんは。よし、お前ら任せとけ。今から俺がうまいもん作ってやるからよ。腹減ってんだろう。そうだろう、そうだろう。今から作ってやるからな。分かっちゃまるだろう。来た？すげえ！一山のワンちゃん耐えた、ワンちゃん耐えたかもしれん。そうっすよね、全然上がってこない。うん。いや、すごいわ。それだろう。これは事件だわ、それは。つかめんの、そのグリップで。ちょっと、口がでかいな。マジで見たことない、このでかいが。でかすぎる。でかすぎるって。70超えてるんじゃないですか。これはやばいって。昭和よ、昭和。でかすぎるって。なんかあれも合成されてるみたいなもん。ほんとっすね。うん、そのキャノンあったね、せよ。持ってきたね、2人で。測るのありますよ。あ、ほんと。測るのあります。ちょっと測ってみる。うーわ、70、あ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 
71.5 ぐらい、2、あー、72いくいく、すごいわ。ほら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 、みんなおいで、ほらみんなおいで、食べるよ。ありがとうございます。はい、じゃあ、継がさせていただきます。はい、行きます。はい、ちょっとね、見栄えだいぶあれだけども、トロトロやん。トロトロっすね。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。麺いきますよ。うん、うまっ。うまい。一段、これ美味しい。美味しいよね。うまいね。よかったよかった。いきます。うん、美味しい。美味しいっすね、一段。うん、あの子ありがとうございます。おい、俺俺作ったの、俺俺。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、サマズメ、はい、勝ちの体だけだった。いや、でも素晴らしかったです。大きかった。もうちょっと船の時間になりましたので、うん、はい、まあ3人の、はい、大きい磯1泊2日、まあこれで終了となりま す, です、ね。うん、MVP はあれかな、かっちゃんのタイやろな。ですがね、でもまあ、キャノンのね、ブリも美味しかったし、うん、まあまあまあ、みんな頑張りましたよ。頑張ったね。楽しかったっすね。うん、だって見て、あそこの後ろ、僕らがテント張ってたところだね。うん、どうやって寝るんだろう、このくの字でっていうね。うん、半端なかったけどもまあ今回はですね、うん、かっちゃんのタイ、はい、おめでとうと思われた方は高評価、お願いします。チャンネル登録、コメント欄もよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいねで、はい、美味しい魚を釣って忘年会をしようと思います。はい、はい、親父プラスもう一回深瀬で、はい、プロを狙う。お父さん来ました。あらー、あー、さようなら。